ス丸見えじゃん。お前どうなってんだよ。うわ、ここに来てマッチョマン出てきちゃったよ。ちょっと待って、凛々しいよ姿が。あっち行って、大丈夫、この人お兄ちゃんみたいなものだから、みたいな一番信用できないタイプ。よし、じゃあ今回もやっていこうか。前回は謎の地下施設でね、なんかいろいろ探索しました。よくわかんないなーってなってる一方、その頃教室で待ってる二人のもとにゾンビのリーダーが現れてしまったと。はい、ってわけでそれをやっていこうと思います。じゃあ行ってみよう。あー、ちょっと落ち着いたね。自分で思うより疲れてたんだなって思うよね。落ち着きすぎだろ、その服。リサ、大丈夫かな。リサリサってさ、サユリンと一緒に住んでるんだっけ。どうなの。リサが幼稚園の時、ご家族が事故で亡くなって、うちに来たんだ。なるほどね、複雑なんだ。ずっと一緒。今ではもう、すっかり妹みたいなものかな。あー、大丈夫、この人お兄ちゃんみたいなものだから、みたいな一番信用できないタイプ。何が。いや、リサリサってば何かっていうと、サユリサユリって。まあ人それぞれだからマヤヤは知らんけど。知らんけど、便利な言葉だ。そういえばマヤヤちゃんもエナミさんと幼馴染なんだよね。マヤヤが生まれた時からの知り合い。じゃあ本当にちっちゃい頃から遊んでもらってたんだね。なるほど。遊んでもらってた、というよりもマヤヤが遊んであげてる感じかな。なるほど。え、そうなの。だってエナミ友達いないもん。見たらわかるっしょ。自分がこうと思った通りにならないとどうしていいかわかんなくなっちゃう感じ。俺そういうタイプ苦手なんだよな。しかもそれを他人にも求めるから。あー、結局一人ぼっち。めちゃめちゃ一番苦手なタイプだわそれ。自分にも他人にも厳しい。そこが幼馴染としては心配なんだよね。何？うわー、ユニクロ勢が来た。天井にもいる。なことある。うわー、マジかよ、新しい新種だ。どうしてゾンビってどいつもこいつも悪趣味なやつばっかなのかな。マヤヤちゃん、こいつら倒して拠点を守るよ。よし、もちろん行くよ。サユリ、守り抜くよ。よし、みんなよし、頑張れ頑張れ。天井にもいたな、あいつな。よし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 。やばい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 。強いぞ、普通に強い。ちょっと意外と強い、意外と強い、意外と強い。一定時間守り抜け、あと2分半守り抜かなきゃいけないんだな、これは。なるほど、わかったわかった。よし、じゃあちょっとやっていきます。さゆり、助けて。わかった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 。助ける助ける助けるけど、どうやって助けるのこれ。生きて帰るんでしょ。やばいやばいやばい、ちょっと待って待って。やばいやばいやばい、拠点がやばいよ。あー、ちょっと待って待って。ゲット。やばい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 、拠点やばい、拠点がやばい。あー、やばい、負けた。難しい。よし、何回も死んで残り30秒、残り30秒、あと30秒。もうめっちゃ死んだぞ俺、ここまで来るのに。ちょっと待って、これクリーめっちゃ難しいです、これ今回。うわー、やばいやばい、あと30秒いけっかな。やばい、待って待って、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。やばいやばいやばい、やばいやばいやばい、あと10、あと10秒、あと10秒、いけるかいけるかいけるか、あと10秒。うわー、やばいやばいやばい、もう死にたくない、もうやり直しは嫌だ、もうやり直しは嫌だ、スリザリンは嫌だ。なんとか撃退できたね。めちゃめちゃ大変だったよ。あー、もうしんどいよ、これ以上戦えないよ。いや、もうきつかった。拠点も壊されちゃった。え、壊されちゃった。リサたちが戻ってきたら相談しないと。うわ、また来た。嘘でしょ。ちょっと数が多すぎる。ん、なんだ。おい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 、屋上から見たあいつ。よう、はじめまして。おい、島村で全身揃えましたみたいなファッションセンスのやつ来たぞ。俺はレン、こいつらの、まあリーダーってとこだ。意味わかんない英語いっぱい書いてある T シャツ着てそう。やっぱり島村に帰ってくれ。実はお前たちにちょっと用があってな、一緒に来てもらうぜ。いやだ、どうせ島村でしょ。嫌に決まってるでしょ。
ちょうどいいかも。ここでリーダーを倒せば脱出できる。なるほど。おい、お前らこの女どもをおとなしくさせろ。殺すなよ。やだ、触られたくない、汚い。サユリ、こんなとこでやられてたまるか。もう、一体何があった？連れてかれちゃった？さゆり、さゆり、どこ？さゆり！窓か！あてなてな、くしゃくわしにいないよ、ちゃちゃ。拠点に戻るとさゆりとマヤン姿はなかった。取り乱すリサだったが、レイは平然と立ち去ってしまう。というわけでね、今回はい、3章になったね。消えた2人やっていきます。どこに行ったのさゆり？連れてかれた。あなた少し落ち着きなさいな、見苦しい。冷静だね。落ち着く？どうしてさゆりがいなくなったのに？お前のせいではない。金崎の言う通り、冷静になれ。マヤヤが心配じゃないんですか？落ち着け、ゆっくり。霊夢だって幼馴染なんでしょ？いないんですよ。もしかしたら戦う相手になって今頃そこら辺を歩いているかもしれませんね。うわー、すげーひどいこと言うじゃんこいつ。よせ久保田。あら、私何かお気に障ることを申しまして？いやだ、女だな。黙れ金崎。お前の知っている秋葉さゆりはそう簡単にゾンビになるのか？秋葉が今のお前の立場だったら、リサは絶対生きてると言うんじゃないか？とりあえず行こう。一人歩き回ってもう汗だく。ここも埃っぽいし、シャワーでも浴びますわ。すげえ余裕。シャワーあんの？そうさせていただきますわ。パンツ丸見えじゃん、お前どうなってんだよ。ごきげんよう。お熱いご友情ですこと。お前カッコつけたこと言ってるけど、パンツ丸見えだからな。危険なものはない。お前カッコつけてるけどパンツ丸見えだからな。どんな舞台を整えていただけるのか楽しみに待っておりますわ。さあ行きましょう。バグだったのかな。私はこっちを探すね。よし、じゃあとりあえずやっていきましょう。うわ、また今回もちょっと、うわ、一人か。しかもとりあえず目的地を目指せ。はい、じゃあ目的地行ってきます。とりあえず拾っておくね。とりあえず拾っておくね。よしよしよし。うわ、なんとか着々と進んではいるけど、やべえな、やっぱ一人だとちょっときついな。うわ、やばいやばい。うわ、ここに来てマッチョマン出てきちゃったよ。ちょっと待って、凛々しいよ姿が。あっち行って、やばい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 。え、なになになに、ちょっと待って待って、間違えた間違えて変なボタン押した。あ、でもこれいいぞいいぞいいぞ、今いいぞ。気取られてる、下着に気取られてる。やった、脳筋たちが下着に気を取られてる間に倒せた。で、これで出てくるの？うわ、また赤いあれだ。うわ、やばい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 。これあれじゃん、爆発するやつじゃん。リロード。これで、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。あと 8m、 ゴールです、目前です。はい、じゃあこれでゴールしちゃいます。ゴールイン。うまくいった。リリシーだけで雑魚だったな。どこにいるの？どこ行っちゃったんだろうね。リサ、生きる子。生きてる。さゆりは絶対に生きてる。まだ探してないところがある。どこ？みんなバラバラになっちゃったね。はい、というわけで、今回消えた2人クリアしたけど、結局あいつらがどうなったのかが全然わからなかったね。というわけで次回は三の二、私だってっていうね、拠点が壊されたため他の通信機が置かれている教室を探すエナミ、強気に振る舞う彼女も内心ではマヤのことが心配なようだ。これをね、ちょっとね、次回プレイしていこうと思います。というわけで今回はここまで。お疲れでした。またね。